今回はほら、自転車の旅でね、ハルピンからグルダホ。シェイシェイ、トーチェイ、カンシェイ。やっぱり日中全体の話になればなと思ってましたから。もう皆さんの努力にはもう本当に感謝してますし、まあいろいろあったにしても将来に目を向けようということが書いてありまして、もうその辺は私の気持ちと全く一緒で。で、中国人と付き合ったことがない人が中国のことを批判しちゃいけないね。資格がないよ。平和が尊いですよ、何よりも。まあ年も年だし、これが、自分のこれ見たこと、聞いたこと、それから、感じたこと、これが自分の遺言になって、子供に伝われ、友達に伝わって、次々とこう伝わって広がっていけばいいかなと思ったんです。